はい、酒好きの俺の飲酒動画を始めていきたいと思います。今回は、キリン以前飲んだ、ビターズの、フォルニガレモンライムチューハイです。アルコール度数は 8%。糖類0。果汁が 1.6%。かっこ、レモン果汁が 1%。ライム果汁が 0.6%。原材料がウォッカとリキュール、かっこ、ハーブ、レモンピール。と、レモン果汁と、ライム果汁と、酸味料、香料、甘味料、です。うん。まあ、これね、いい線いってたんですよね。まあ、以前の、グレープフルーツ味。以前のやつは、いい線いってんだけど、やっぱり、うん。どうしても、いい線いってんだけどね、甘味料の味がね、ものすごいって言ってね、まあ、僕が、もう嫌になったんですけど。まあ、多分今回も同じだと思いますけど。もうすでにね、もう買ってしまっていたんで、もう致し方なく、飲むしかないという状況。乾杯。すごいいい線いってんだよね。でもこれはまだマシな方かな。グレープフルーツよりかマシな気がする。うん、レモンとライムの香り、よく出てます。うん、でもやっぱり甘味料の味がやっぱり、するんだよね。これまたね。この甘味料を糖類に変えてくれればね。非常に美味しい、四つ星レベルの。美味しさになるんですが、そうもいかない。ね。まあ、仕方ないか。もうやっぱ甘味料を使うのがなんか、あれみたいになってますよね。もう、至極当然のごとく。もうどこの会社もさ、甘味料ばっか使ってさ、糖類さ、使わないでさ、砂糖使わないんだもん。何なのかね。いまいちわからない。よくわかんないんだよな。なんでそんなに使いたがるのかね。甘味料とあれ、体に悪いらしいですよ。カロリーがないって言うけど、あれ実際なんか、太るらしいですよ。なんか最近のあれ見たけど。いい味してんだけどな。もうぶっちゃけ甘味料なしで、もう、甘味料も糖類もゼロにして、うん。まあ、いわゆるかなり大人の苦い、プラス、レモンとかの香り、味のチューハイにしてしまうっていうのも、一種の手なんですけどね。そっちの方が大人の人は好むと思うんだけど。これ多分あれですね。大人のビターチューハイとかって書いてあるんだけど、多分これ、いわゆる大人向けに作られてないんだよね。うん。どちらかっつうと、ぶっちゃけそもそもチューハイって飲むの大人しかいないわけでしょ。これであえて大人って書いてるのは多分、
まあ、いわゆる客寄せっていうか、こう、なんていうか、大人っていう、その、なんか、かっこよさみたいなのをアピールして、飲ませる作戦だと思うんですが、うん。まあ、だから、実際、糖類ゼロのくせになぜか甘味料が使われているということなんですよね。なんか、ビターズのサイトに、大人のほろ苦い性格診断っていうのがあるんで、ちょっとやってみましょう。相手の期待に応えようとして我慢することがよくある。うん。はい。自分は割といい加減な人間だと思う。はい。他人とコミュニケーションをする上で自分自身うまく表現できていると思う。いいえ。他人が心配していることや困っていることがあると助けたくなる。いいえ。自分は感情に流されることなく論理的に意思決定をする方だと思う。理論的に？どちらとも言えない。他人の言動や行動をいちいち気にしてしまう方だと思う。自分のある程度やの限界や上限を把握していて、あまり無理をしないタイプである。はい。自分は世話好きで家庭的な方だと思う。いいえ。自分は計画性がある方だと思う。いいえ。自分は陽気でノリがいい方だと思う。どちらとも言えない。自分は感受性豊かで、涙もろい方だと思う。はい。感情の起伏が激しく腹が立つと相手に対して攻撃的になってしまう方である。はい。自分に自信がない方だと思う。はい。自分は他人の話をよく聞き、優しく接する方だと思う。はい。相手の学歴や社会的地位を気にする方である。いいえ。自分は一般的な社会常識がない人とは人間関係を構築したくない。はい。自分はコミュニケーションにおいて相手の細かいところが気になる方だ。うん。はい。自分は約束やルールが一度決めた目標を守る方だと思う。はい。他人とコミュニケーションするときは厳しく接する方だと思う。いいえ。自分は自由な恋愛したいと思っている。はい。はい。ということで、全部20問。うん。あなたはこんなほろ苦い予報が出ています。一人よがりの突っ張らし嫌なあなた。仕事では、自分の思ったことを上司の了承も得ずにやってしまうトラブルメーカーになりがちです。あー、これあるわ。ああ、あるある。これあるわ。多分大丈夫だろうって言って、やるんですよ。で、ああ、失敗した。ああ。ね。仕事の不満を聞いてほしくて、友達に長文メール送った後に宛先を見たら、間違えて上司に送ってる。翌日謝罪する反面になってほろ苦い。だそうです。気分で行動する前に、一つ深呼吸をして確認。意外な落とし穴を発見できるかも。ほろ苦い体験をする前に、
ほろ苦いチューハイ、キリンビターズをどうぞ。じゃねえよ、うんこ。興味のある仕事には一直線。思いつきと感情で突っ走るノリノリ人間だって。あ、合ってる。これ合ってる。これ合ってる。基本性格は、しっかり者でありながら攻めるときにはきっちり攻める。自分の興味ある仕事には誰よりも全力で突っ走る爆発力を持っています。おー、嬉しいこと言ってくれるね。他人に厳しく、批判精神が高いのに周囲に合わせて十分に主張できないというジレンマを抱えているタイプでもあります。あー。確かに。また合わせてノリも良く、その場の瞬発力はあるのですが、一方で感情を我慢できずに、衝動的に爆発しやすい、癇癪持ちタイプとも言えるでしょう。あ、俺これ一回癇癪を起こして会社のババアでね、殴りかかりそうになった時ありますね。本当にクソババアがね、いるんですよ。会社で。そいつに、もう何度も、同じことこう、叱られて、ね。もうそれで最終的に爆発してですね。物をこう、そこにあったものをバカーンってこう、ぶったたきつけて、うっせんだよおめえとかって言って、一回爆発したことありますね。おいとか言って、怒鳴って。でも、さすがにこれを、そのものをこう、相手にこう、バーンってぶつけたかったんだけど、やっぱりそこはね、大人としてこう、大人の対応で、なんとか、ね、なりましたけど。もうそいつはマジでぶっ殺したいですね。人間的に。怒られたり個人的にムカつくことがあると、つい仕返ししたくなる。これは俺です。これは間違いない。俺です。俺やられたらやり返す精神で言ってますから。会社では。もうやられたらやり返す。されたらする、仕返しするっていうタイプですね。これ当たってるな、これ結構。おい。これぜひやってもらいたいですね。キリンのね、ビターズのね、サイトにね、ほろ苦さ研究所っていうサイトが別にこうあるんですけど、そこに性格診断みたいなのができるところがあるんで、これぜひやってもらいたい。当たってる、これは。すごい。よくやった。自分で言うのもなんだけど、俺結構癇癪持ちですから。普段はね、かなり温厚なんですけど、なんかね、誰かにこう注意されたりするとね、それがね、イライラ最終的に溜まっていって、でもね、なかなかこの、それのね、爆発させづらいんですよね、やっぱり。ね。なかなかそう、それを発散できずに、まあ、それが元でちょっと、まあね、いろいろとね、うん、ストレス性の病気だったりとか、ね、蕁麻疹とかね、ストレス性の蕁麻疹とかも僕持ってまして、特に足がひどいんですよね。ちょっと手もね、腕あたりがね、ちょっとね、いろいろと、ちょっと小汚いんですけど。なかなか蕁麻疹、ストレス性の蕁麻疹とかね。蕁麻疹って基本的にまあどういう状態でなるのかっていうのはまだ解明されてなくて。うん。かきむしっちゃう時があって、それで血出たりしてね、もう傷だらけなんで、傷跡だらけなんですけど。足に関しては。背中とかもね、かなりね、かきむしっちゃって。まあ、そういう状況になっております。
このビターズですが、まあこれもまあまあ大したもんでもないけど、でもこの苦さはしっかりあるんで、いいとは思いますよ。苦さがあるからやっぱコクが生まれてますね。で、案外甘い。あの、甘味料使ってる。で、香りも結構強い。これ惜しいですね。惜しいとこまで行ってるんですけど、やっぱ三つ星だな。4443です。ご視聴ありがとうございました。